はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはドレッドアウト2なんですけども、プレイステーション4で2023年5月に発売されているんですね。あ、 PS5 もですね。で、1年遅れてスイッチ版が発売されるんですけど、まあ前のごとくね、あんまりちょっとこう公式サイトがちょっと探しにくいゲームなので、今回は、マイ・ニンテンドー・ストアの方に書いてある情報を見ていこうかと思います。ということで、まあゲーム内容的には多分 PS4、PS5 と同じだとは思うんですけど、まあだからまあ 3D ダンジョンを探索、ダンジョンでもないか、 3D のマップを探索していくホラー系のアクションゲームという位置づけです。セロ Z タイトルですけども、インドネシアの都市伝説からインスピレーションを得た三人称視点のホラーアドベンチャー。幽霊を感じたり見る能力を持つ高校生のリンダとしてプレイします。ドレッドアウト2はインドネシアの民間伝承や都市伝説からインスピレーションを得た三人称視点のホラーアドベンチャーです。超自然的な力、つまり幽霊を感知して見る能力を持つ高校生リンダ、メイリンダとしてプレイします。リンダは信頼できるスマートフォンの助けを借りて、故郷だけでなく人類全体を脅かす悪魔のような、精霊や闇の勢力を狩らなければなりません。なかなかこう書いてある内容を読むと結構スラッと読んじゃうけど怖いね。この背筋も凍る続編はカルト的ヒットを記録したオリジナル版を全く新しい近接戦闘と探索に重点を置いて拡張したもので、ドレッドアウト2をホラージャンルにさらに魅力的で恐ろしい追加物にしています。この辺ちょっと変な直訳な気がするな。特徴、奴ら全員追放してやれ。リンダのスマートフォンのカメラで無形の幽霊を買って倒すか、物理的な幽霊に対して近接武器や発射物を使用します。これ直訳だな多分。恐怖の世界、リンダの故郷やその先を探索し、住民かっこ聖者も死者もと話し、サイドクエストを完了し、ドレッドアウトの伝承を深く掘り下げます。いや、まあなんだろうな。はい、幽霊や都市伝説を発見、幽霊を探し地元の神話を解明して、リンダのスマートフォンでゴーストペディアアプリを完成させましょう。で、恐ろしいボスの霊、身の毛もよだつクンティラナックや恐ろしいゴア外科医など、超自然の領域でも最も敵対的な幽霊と戦うときは神経を張り詰めてください。何なんだろうね、このクンティラナックとかそのゴア外科医っていうのは、これはインドネシアだとなんか恐怖の対象なのかな。ちょっとこれだけだとね、なんか何をもって身の毛がよだつかがよくわかんないけど、多分これは多分インドネシアの伝承を知ってる人の方が怖って感じるのかもしれません。ということでね、アドベンチャー、アクション、謎解き、サバイバル、世界を自由に駆け回るという、まあ、よくわかんないけど、はい。で、そうですね、これはかあのすでにダウンロード版は2024年の1月18日に発売されていて、で今回、Nintendo Switch 版のパッケージ版が2024年6月20日に発売されるということになっています。で、ジャンルじゃないや、18歳以上のみ対象、セロ Z ですね。で、価格がパッケージ版は、4500円税抜きだから4950円かな、税込みになるとという価格帯になっています。だからこの書き換え版っていうか書き換えてねえや、ダウンロード版が3980円だから、まあ店頭価格的にはパッケージ版も同じぐらいの値段になるのかな、でも定価は高いんですよみたいな感じのタイトルになってるかと思います。まあ PSO、PS5 先出てるから、
なんだろう、両方全部持ってんだったら PS4、PS5 素直に遊んだ方がいいんじゃないかなって気はするんだけど、まあスイッチ版もね、携帯モードあるし、まあいろいろ遊び方できるから、まあその辺は悩むといいんじゃないかなと思います。まあ世の中的にはね、市場にはこっちの方がいっぱい出てる状態になる日が来るようなタイトルに見えます。はい。